午後1時半過ぎの福島市内です。気温は手元の温度計で36度。マスクをしていると息苦しいぐらいの暑さです。いよいよ夏本番です。仙台管区気象台は今日、県内を含む東北南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。去年と比べ17日早く、平年より8日早い梅雨明けです。日中の最高気温は伊達市の柳川で全国3位の 34.9 度を記録するなど、県内ほとんどの地点で今シーズン一番の暑さとなりました。じりじり出てくる、汗が出てくるような暑さなんで、もう辛いですね、親は特に。とても暑いです。こうした中、喜多方市の県立高校では球技大会に参加していた女子生徒2人が軽い熱中症で病院に搬送されました。テレビユー福島の調べによりますと、午後5時現在、県内で熱中症または熱中症の疑いで搬送された人は12人に上っています。明日も県内は高気圧に覆われて、会津と中通りでは猛暑日となるところもありそうです。引き続き熱中症に注意が必要です。